皆様、こんにちは。韓中国へようこそ。12月15日のニュースを、勅使河原がお伝えします。北京に隣接する天津市は13日、初めてオミクロン変異株の感染者が確認されたと発表しました。これは中国で初めての感染者でもあります。天津の公式メディアによると、9日、 海外から入国した無症状感染者1名が確認され、オミクロン変異株であることが分かりました。現在、指定病院に隔離、治療を受けているとのことです。中国衛生当局は、首都から約140キロ離れた天津市などの港湾都市で、より厳重な予防措置を取るよう指示しました。北京冬季五輪の開幕までカウントダウンに入りました。 北京当局はコロナゼロを政治的任務とし、感染発生を厳重に警戒しています。しかし最近、中国の多くの地域で感染が拡大しており、中国共産党当局の貿易に厳しい試練を与えています。天津市でオミクロン変異株が確認されたことに加え、石膏省は現在、感染が最も深刻な地域となっており、 100人以上の感染者が確認されました。石膏小生機電、化学薬品メーカーの商工ベスマーケミカルなど、少なくとも13社が地元政府の要求を受けて業務停止を行っています。いずれも業務再開日を発表していません。また、内モンゴル自治区、戦線省、国竜交渉ハ省ビン市などでも感染者が確認されました。 ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。